皆さんこんにちは、日経解説チャンネルの江藤です。こちらのチャンネルは日経新聞から記事をピックアップして私なりの解説をさせていただくチャンネルです。よければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、早速本日の記事に入っていきます。本日はこちらになります。低効率の石炭火力発電休廃し、電力経営へ影響必須。こちらについて解説をさせてもらいます。全体の概要としてはですね、今後日本のエネルギー市場というのはどういうふうになっていくのかっていうのを、今の直近の動きを含めて解説をさせていただければと思っております。まずですね、象徴的な出来事が先日あったんですけれども、梶山経済産業大臣がですね、2030年までに低効率の石炭火力発電の休廃止っていうのを行っていくというような発言をいたしました。要は石炭火力っていうもののこの発電っていうのをどんどん下げていきますっていうような発言をしたっていう形になります。で、これの背景なんですけれども、私がよくこのチャンネルで解説をしてますけれども、やっぱり今世界的に ESG 投資っていうものが非常に伸びてきていると。環境とか社会とかに対して責任のある経営っていうのを行っていきましょうねというのが世界的な潮流であるんですけれども、そこでやっぱりエコっていうところが非常に重視されているっていうところがあります。で、日本っていうのはですね、非常に実は石炭火力発電の依存度っていうのが高い国になっていて、世界からですね、非常にバッシングを受けているっていう国になってしまっています。で、この表を見ていただきたいんですけれども、各日本の電力会社の石炭火力の依存度っていう形になるんですけれども、パッと見ていただいたら分かる通りなんですけれども、非常に割合高くなっています。で、北海道電力とかは 46% で、沖縄電力も 55% など、非常に高い傾向になっていると。全体的に 50% 近くになっているっていうところが多くあるっていうのが見て取れるかなと。日本の電力っていうのは多くが石炭火力発電に頼っているということになっています。ただ少ない会社っていうのもあるんですけれども、例えば九州電力は 29% になってますけれども、九州電力の場合はですね、結構太陽光発電とかっていうのが割合が大きくなっているっていうところがあると。そして関西電力とかも 10% っていう形で、非常に低い値になってるんですけれども、原子力発電とかっていうのが大きく割合を占めているので、そこは低いのかなというところですね。ただ、この原子力発電に関してはですね、一時大きなニュースになっていましたけれども、金品需要問題とかですね、そういったものがちょっと絡んでるので、今回はちょっとこれの話しだしたら長くなるので、一旦ここは置いとこうかなというふうに思います。なので背景としては、とにかく環境に配慮した形っていうのを取っていかないといけないという世界の潮流の中で、こういった低効率の石炭発電っていうものをどんどんなくしていきたいっていうのが、国自体の方針であるというところになります。ポイントになってくるのが、低効率っていう形になるんですけれども、結局石炭発電でも最近のものであれば結構高効率になっていて、 CO2 の排出量っていうのが前に比べると非常に良くなっているっていうところがあります。なので国としては、石炭火力発電っていうのを今のこの割合から、もちろん下げていきたいっていうのはあるんだけれども、10年ぐらいのスパンで一気にゼロにするっていうのはもちろん無理だというのは分かっているから、それを高効率発電、要は最新鋭の機械にどんどん変えていきましょうねっていうのが、国としての方針っていう形になるんですけれども、 CO2 の排出量が他の発電に比べると非常に多いっていうのは、変わらないというところがあるので、やはり、そういった環境を重視する方々っていうのからものすごい、反対を受けているって形になってます。今もですね、神戸とか横須賀で新しく、石炭火力発電の発電所っていうのを作るっていう計画があるんですけれども、そういったものっていうのも今住民の反対っていうのを非常に受けているっていう形になります。で、そして電力会社としてもですね、この石炭火力発電っていうのは実は非常にコスパがいいというふうに言われているので、なのでこういったこれぐらい割合が多いって形になるんですね。特にその10年とか20年ぐらい、減価償却をずっとしていって、そうすると20年後以降はもうあとはもうどんどんお金が入ってくるのみみたいな感じの非常にコスパのいい発電事業という形で、電力会社としても今からじゃあ低効率のものは廃止して高効率に変えてねって言われても、せっかく減価償却して今コスパいい感じで収益源になってるのにそれを廃止するっていうのは難しいというのが電力会社の意図としてあるというところで、なかなかこう日本のエネルギー市場っていうのが前に進まないというところが今の現状になってきています。ただもう世界的にはですね、本当にこの ESG 投資であったりだとか、もうとにかく環境に優しいっていうのが大きなトレンドになってきてはいるので、日本としてもですね、本当に着地点っていうのをしっかり決めた上で、このエネルギー問題っていうのをどうしていくかっていうのを本当に決めていかないといけないという段階
前に入ってるなというのは私は感じてます。じゃあ、実際にじゃあ着地はどこにするのかっていうところが大きな問題になってくるんですけれども、大きく2つ潮流があるかなというふうに私は感じていて、1つが再生可能エネルギー でもう1つが天然ガスっていうところになるのかなというふうに思ってます。でこれ大きく動きがですね、実は2社動いてるところがあるんですけれども、 NTT がですね最近再生可能エネルギーに本格参入というニュースがありました。上にちょっとカードを上げておきますけれども、こちらの動画で解説をさせていただいたんですけれども、NTT っていうのがもう本当に2030年までに中国電力の発電量に追いつくぐらいの発電量っていうのを再生可能エネルギーで調達していくっていうことを言っております。日本としてもこういった大きな動きっていうのがやっと最近始動しだしたっていうところになります。そしてもう一つの大きなニュースとして、バークシャーハザウェイって言って、ウォーレン・バフェットっていう、世界一の投資家って呼ばれる方がいらっしゃるんですけれども、その方が経営されている会社っていうものの、子会社がエネルギー事業をやってるんですけれども、その会社っていうのがですね、天然ガスのパイプラインだったりだとか生産設備を持っている会社っていうのを約1兆円の規模の買収をするというのを実は先日発表しております。1兆円の規模なんで、もうものすごい超巨大な買収劇になるんですけれども、ちょっと前にですね、アマゾンがですね、自動運転の会社っていうのを買収したっていうので1000数百億っていう額だったんですけれども、それの本当数倍、10倍弱っていう形になりますね。っていうところの超大型買収っていうのを実はバークシャーハザウェイっていうのはやっております。結局天然ガスのパイプラインとかをやってる会社になるので、ある意味火力発電にはなってはくるんですけれども、石炭とか石油とかに比べてですね、非常にこの天然ガスっていうものの発電っていうのはですね、効率がいいというふうに言われてます。効率がいいというか、結局 CO2 の排出量が少ないということですね、というふうに言われているんですけれども、バークシャーハザウェイのウォーレン・バフェットが何を考えてるかっていうと、こういった先進国の天然ガス需要っていうのが増えるということを見込んでいるのかなというふうに私は思っていて、なのでこの天然ガス発電っていうのは非常に大きなトレンドになってくるというふうに読んでいるのだと思います。というところで、大きな会社が2社こういった形で今再生可能エネルギーっていうところと天然ガスっていうところに動いているっていうのを見ると、日本としてもこの再エネ天然ガスっていうところに動いていくのかなというふうに思ってます。それを踏まえた上での、もしかしてこの、梶山経済産業大臣の、この石炭火力の休廃止っていうところの発言があったのかもしれないです。電力会社っていうのはもちろんそのコストがかからない、コスパのいい石炭火力っていうのはなかなか手放せないという事情はあるのかもしれないんですけれども、世界的な潮流っていうものを意識した上での経営っていうのが大事になってくるのかななんて、こういった大きな流れを見ていると、私は思うことになります。では、本日は以上となります。このように日経新聞から記事をピックアップして私なりの解説をさせていただくチャンネルになりますので、気に入っていただけましたらぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。